サイモンライフルグレネードサイモンとはイスラエルのラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズ社が開発したドア破砕専用の特殊用とライフルグレネードである。第4次中東戦争以降のイスラエル国防軍の戦闘相手はシリアやエジプトに代表される周辺アラブ諸国の正規軍から PLO や PFLP、ハマース、ヒズボラなどのゲリラ組織に変化しヨルダン川西岸地区やガザ地区、 レバノン南部。これらの大ギ羅線においては、市街地の建物の内部に突入、制圧する必要が大きいが、散弾銃のスラックダミや、携帯式波状土、仮想性爆薬などを利用して、ドアをこじ開ける場合、建物の至近距離に接近する必要があるため、相手側の待ち伏せ攻撃や、ブービートラップによる犠牲を出す例も多い。また、普通の4 0、mm、グレネード弾や、 対戦車ロケット弾でドアを破壊した場合、爆風や破片によって建物内外のドア付近に存在する人員に対する不随被害が出るため人質救出時には危険であり国内外世論が悪化して作戦遂行への足かせともなる。そこで少し離れた距離から安全にドアを吹き飛ばす専用の兵器が必要とされた。こうした事情からイスラエル国外でも IMI などと並び 戦車、装甲車防御システムのトロフィーなどの開発で有名な総合兵器メーカーのラファエル社により特殊、用途グレネードの開発が進められ、完成した結果がサイモンである。サイモンライフルグレネードの後部は、M16 や M4 カービン、ガリル、タボールなどの 5.56mm な登弾仕様の突撃銃の外部重心部分にそのままはめ込んで装填する。発射方式は、 グレネード内部で普通実砲もしくは栄光弾の弾頭を受け止め、その推進エネルギーを利用して飛翔する弾頭トラップ式であるので、射出用の空砲を別途用意する必要はない。真ん中の直径の大きい部分が弾頭であり、弾頭の前に配置されたスタンドオフロートが目標のドアのどこかに命中すると弾頭が爆発し、爆風によってドア本体かドアの調子外と鍵を破壊して、 ドアをこじ開ける。この際、建物内部への付随被害を最小限に押しとどめるように設計されている。ドアという小さな目標を直接照準で狙う関係上、最大有効射程距離は30メートル程度とかなり短いが実用上の問題はないと思われる。なお、ラファエル社はサイモンの構想をさらに発展させ、ドアのみならず建物の壁を破砕するための またドール WB ランチャーも開発している。こちらはライフルグレネードではなく使い捨ての単発ランチャーである。ありがとうございます。